どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。褒めて欲しくてしょうがない連中のスレに対する海外の反応を、バトル形式で紹介するぞ。バトルシリーズ4回目だな。過去のバトルシリーズをご覧になってなくても問題ありません。特に繋がりとかはないです。まあ実際にあったスレを茶番にした感じです。お気軽に楽しめると思います。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去3回バンされていますので、今後もサブチャンネルを使う可能性は高いと思います。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう。今この動画を作ってるのは2020年9月9日なんだけど、安倍総理の後任が話題よね。話題というか、菅さんで決まりじゃね。マスコミがなんとか石破さんを絡めたくて話題にしてるだけな気がするのぜ。菅さんはアイヌの件があるからちょっと心配なんだけどね。2019年にアイヌ新法を通した中心人物だもんな。その後もアイヌのマークを入れたマスクとかしてたし、ちょっとヤバい感じはしちゃうよな。知的思想家とかインチキ人権活動家と濃厚接触してる気がするわよね。アメリカが国際テロ組織に指定してるとこと関わってたりしたら、FBI に暗殺されちゃうかもな。もちろん石破さんが総理になるよりは全然いいけどね。ずっとマスコミは石破さんが一番人気、とか嘘を垂れ流してたな。願望を真実のように叫び続けるのはどこかの連中にそっくりだな。あと、河野さんは今回立候補しなかったみたいね。そうだな。麻生派だからちょっと応援してたんだけどな。女系天皇推しとか、私としてはちょっとありえないんだけど、そこが引っかかって河野さんが総理になるのが嫌だ。って人も多いんじゃないかな。でも多分、河野さんは総理になるわね。また適当なこと言い出したぞ。巷で言われてる、菅さんは1年程度のつなぎで、本命は次。そしてその時は河野さんは立候補すると思うわ。ふーん。でもなんでつなぎの必要があるんだ。いきなり本命でいいじゃないか。アメリカ大統領選の結果を踏まえたいとか、大きな選挙があって、その結果を、とか事情があるんじゃないかしら。詳しくはわかんないけど、適当だな。まあ今回立候補してる人たちは全員本命じゃない。ってことよ。十分勝てる可能性があったのに見送った河野さんが一番本命に近いんじゃないかしら。例えば菅さんが総理になったら、すごい才能を発揮しだして、国内も外交も超好調。とか想定外のことがあるかもしれないけどな。まあね。そのくらいのミラクルがない限りは一年の任期でしょ。ふーむ。その予測が当たるかどうかは結構すぐわかりそうだな。河野さんが女系天皇のことを思い直してくれればねー。あと山本太郎との付き合いも気になるけど、私は麻生派なら誰でもいいのぜ。マリサって本気で麻生さんのこと好きなのね。すごくかっこいいじゃないか。難点は一つだけだな。何？その難点って、生まれるのが60年早かったな。政治思想とかじゃないのね。続きはニコニコ動画でね。みんなのお前が歌うんかい。